これからお盆休みの時期に入って人が集まるっていう時期にもなるんですけども、はい、今日の福岡市医師会の会見でエアコンをつけていても換気に努めるなど新型コロナなどの感染症への対策が呼びかけられました。福岡市医師会によりますと、福岡県や福岡市での7月後半の2週間の新型コロナの感染状況は全国平均よりも感染者は多いもののやや減少傾向にあるということです。まず適切な換気です。今日の会見ではこれからのお盆の時期に高齢者も入った大人数で食事などをする場合はエアコンをつけていても換気を必ず行うことや短時間で済ませることが感染防止策として呼びかけられました。またマスクは熱中症との兼ね合いがありますが医療機関やバス、列車などではつけることを勧めています。